おはようございます。ジョーブログのジョーです。本日は無人島生活の朝のモーニングルーティンをご紹介したいと思います。この言葉で一日が始まります。まず朝起きて行うのはソーラーパネルの充電器で iPhone を充電します。僕らの撮影は全て iPhone 撮影なのでこの充電が必須です。寝床の地面のバラを調整しています。朝の準備が始まります。何をしているかというと着替えています。なぜ裸で寝ていたかというと動画撮影のためです。バンダナをつけます。僕はバンダナが大好きです。どれぐらい好きかというと、テーブルより好きですね。ありがとうございます。そこでチェックすんな。顔をチェックしています。あまり日焼けをしていませんが、なぜかというとマネージャーの日焼け止めクリームを塗りたくっているからです。髪を縛っています。だいぶ髪の毛もプリンになってきたので、そろそろ美容室に行かないといけないですね。まあ無人島には美容室なんてないんですけど、ナイフを腰にセットしています。このナイフはモーラナイフです。無人島のサバイバルでは必須のアイテムになっています。歯磨きをします。鍋に湧き水の水を注いで、昨日の晩の炭です。この焚き火の炭を歯磨き粉にします。炭磨きです。バカだと思うかもしれませんが、かなり綺麗になります。皆さんもよかったら毎朝炭焼きをお試しください。前歯を重要視しています。めちゃくちゃ綺麗になりました。続いては炭で顔を洗います。洗顔やパック代わりにします。ちなみに
これをやるのは今日が初めてです。多分余計に汚くなったと思います。ツルツル、焚き火をします。火は料理であったり体温の調節であったり虫除けにもなるので必須です。今は火を燃えやすくするための牧地を作っています。英語で Tinder です。僕は Tinder は3回ほどやったことあります。外国人女性と出会いました。楽しかったです。メタルマッチを使って火をつけます。メタルマッチは慣れれば簡単なのですが、慣れるまではなかなか火がつきません。火がつきました。よしよし、素早く薪を足していきます。この素早さがすごく大事です。どれぐらい大事かというと、親より大事です。体を温めています。あったかや。屋根を補強します。屋根は葉っぱを乗せて作っているので風などで葉っぱが落ちちゃいます。そのため定期的にこうやって葉っぱを調整します。皆さんのお家の屋根はどんな屋根ですか？無人島にはたくさんの漂流物が流れ着いています。この漂流物を使いこなすことが無人島生活では必須です。特にペットボトルはたくさん落ちています。サッカーボールです。決まりました。ちなみに僕は中学の3年間はサッカー部でした。ポジションは左サイドハーフでした。背番号は3番でした。軽く持てました。本当に軽く。小便です。しばらくお待ちください。
湧き水です。雨が降った水がこうやって地面や崖に溜まっています。竹を刺して漂流物のペットボトルに水を入れます。ちなみにここ1週間は雨が降っていませんでした。なので毎日できるだけ多くの水をこうやってペットボトルに溜めていきます。あまり水が出てないように見えますが、これがかなり溜まります。こうやって枯葉を添えることによって水路を作ります。もうこんなに溜まりました。やるんか。無人島では動ける強靭な体を作るために筋トレをしています。落ちていた漂流物の砂でひたすら走ります。これを毎日何往復もするつもりでした。この筋トレは今日は初めてです。続いては腕立て伏せです。できてないねんて。それはできてない。できてないねんて。続いては坂道ダッシュならぬ崖道ダッシュです。結構きつかったです。ふざけてるように見えるかもしれませんが、ふざけてます。もうええって。まだまだ6月なので水温はかなり低いです。ちなみに泳ぎには自信があります。友達が水泳部でした。以上、無人島でのモーニングルーティーンでした。皆さん今日も
楽しい一日をお過ごしください。チャンネル登録ほんまよろしくなー。